ゆうな旅に出るってよ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。今日はね、ちょっと旅行動画、ちょっと旅先動画撮ってくるかなと思ってる。めっちゃ久しぶり、新幹線で、もうね、両脇人がいたから待合室でもう早くシューマイと生ビールを飲んできた。まだ売り上がりたかったね。空いてなかったんだよ、平日なのに。ここは小田原だね。小田原で特急ロマンスカーに乗り換えます。ほんと外での撮影は恥ずかしいです。本日の特急ロマンスカー箱根55号を利用させていただきました。ありがとうございます。なんだろうね、旅行に行くぞっていう時の電車移動ってなんでこんなにテンションが上がるんだろう。小田原から箱根湯本まではあっという間なんだけど、もうずーっと窓の外を見てた。さっき新幹線窓際取れなかったからね。はい、箱根湯本到着です。もうね、新幹線とロマンスカーだけですっごい楽しかったの。だから満足した顔してたでしょ。ね、知ってる？箱根湯本にこんなのあった。エヴァや、そう、エヴァのコラボショップなんだけど、ちゃんと箱根仕様なんだよね。私は箱根のエヴァを買いました。もうね、チェックインの前にお昼を食べに来た。あゆ、はい、ビール最高。チェックインを済ました後に着替えてバスに乗ってやってきたのは箱根神社。何気に初めて。しかもバス乗って結構楽しかった。足の子、こう見えてこの日めちゃめちゃ暑い日だったの。でもそれが嘘みたいに箱根神社の方の緑の中に行くとすっごい涼しいの。すごい涼しい。ちょっとね、鳥居の方を撮りたかったんだけど、鳥居の方は観光客の人がすごい多くて入れそうもなかったのね。こんな緑って存在してたんだね。テンション上がる。鳥とかも鳴いててめっちゃ良くない？見てこの景色、すごい眺め良くない？富士山がすごい綺麗に見える。ここは大涌谷だね。まあ箱根山は活火山なんだけど、その噴煙地が大涌谷。硫黄の匂いが結構してて、これは火山性ガスだからちょっと呼吸器系が悪かったりしたら入ることできないんだけど、ってことない人は一回見に行ってみてほしい。この大涌谷ができたのが3000年前の大噴火って言われてるんだって。さっき言った芦ノ湖も同時期くらいにできたらしいんだよね。なんかめっちゃロマン感じない？そこでできてるのが黒卵。これ一つ食べると7年寿命が延びるんだって。黒いと思うじゃん。白いんだよね。味は美味しいゆで卵。マジで病じゃなくなった。やばい。お土産屋さんで見かけた気になる商品、外国人の観光客の人めっちゃ多いんだけど、この商品すごいね、みんな見てたんだよね。外から見てみて、やっぱロープウェイ乗りたいなってことで乗っちゃいました。ロープウェイからだとまた違う角度で噴煙が見える。ちょっとあっという間に終わっちゃったんだけど、もうあと3周くらいしたかった。もうね、せっかくだから登山電車も乗ってみたいと思ってね、登山電車も乗ったの。もう7月なのにアジサイいっぱい咲いてて綺麗だよね。そういえば1日で、まあ、新幹線とロマンスカーと箱根登山列車3つ乗って思ったんだけど、私結構電車が好きかもしれない。またちょっと遠くまで電車に乗って行ってみたいっていう、そんな気分になったね。まあ実は箱根登山列車に乗って移動するよりもバスで移動した方が早かったりするんだけど、そんなの関係ない。
ちょっと今度は秋とか景色が違う時に乗ってみたいなと思う電車でした。この駅またね、すごく雰囲気があってよかった、エモいのよ。で、温泉に帰って夕飯です。一日あっという間だよね。そして温泉の夕飯は早い。これ6時だから。でもなんだかんだ言って一日歩き回ったから食べれちゃったよね、うん、箱根伊豆めぐりっていう地ビール乾杯。ナスとかぼちゃと生姜かな、うん、これは白桃アイスクリームです。じゃじゃーん。チンチン行くか。今日大涌谷で買った湘南ゴールドね。おお、おいしい。まあまあまあ、どうぞどうぞ。燻製チーズいただきましょうか。え、めっちゃ美味しそうじゃない？なんか燻製のやっぱ香りがするね。うまっ。すっごい美味しい。プチカマプレーン。こういうタイプのやつだ。ほら、すごい。え、めちゃくちゃ美味しいんですけど。はい、おやすみなさいと。朝起きて速攻昨日撮った動画をチェックしてたんだけど、このノート PC がハイスペでサクサク作業できてめっちゃ助かった。お風呂入ってくるか。今の時刻は6時22分。という間に一泊二日って終わっちゃうね。この日はね、急遽ゲームのクローズドベータが来たから昼から配信することになったんだよ。だからもうこの数時間後にはここ出てるの。だから朝のうちにこの配信枠をねしっかり立てて、もう準備万端にして朝ごはんを書き込んで電車で帰ったって感じでしたね。でも思ったんだけど、最悪旅行先からこのスペックの PC だったら配信できたなっていうね。とそのうちまた旅行の計画立てますか。はい、ということでですね、旅行にも持っていきましたが、今日は究極のゲーム体験と高速な配信を実現することができる NVIDIA GeForce RTX ノート PC、 もうハイスペックのノート PC で最強レベルのノート PC じゃないかなと思いますが、紹介していきたいと思います。まず NVIDIA GeForce RTX ノート PC は私たちのようなゲーマーや配信者、そしてクリエイター向けの製品になっています。私の身近なところでいくと、高解像度の映像編集が高速化されたりとか、この NVIDIA のブロードキャストを使って配信することもできます。 MAX 級テクノロジーっていうのを搭載してるんですけど、一体 MAX 級テクノロジーというのは何なのかっていう話なんですよね。これはノート PC の性能を、電力と性能を最適化して最高の効率を引き出す AI を活用した一連のテクノロジーのことを言います。なので NVIDIA GeForce RTX のノート PC は MAX 級テクノロジーによって薄い、軽い、そして速いを実現する高性能なノート PC となっています。 NVIDIA の技術によってクリエイティブ制作においても処理の高速化や品質の向上が図られており、高速な配信も可能になります。また FPS などの競技向けのゲームではシステム遅延を低減してくれます。これによってゲームプレイにおいては圧倒的なアドバンテージを実現することができます。その他にもゲーマーにとって嬉しいね機能がたくさんあります。長時間のバッテリー駆動、カクつきがないプレイ、高速な GPU メモリーを CPU と共有、ゲームのね設定の最適化、性能と画質のバランスの最適化とかを測ってくれるので、ストレスのないゲームプレイができるようになります。はい、では今回その GeForce RTX ノート PC であるベクター GP68HX12V シリーズ、ベクター GP68 の HX12VH779JP をね紹介していきたいと思います。
スペックはこんな感じになっていて、 CPU がインテルの第12世代が乗っています。 GPU が最新の RTX4080 積んで、この値段っていうのはかなりコスパがいいです。あの PC 借りてめちゃめちゃいい PC だと思って気に入っちゃって、もう自分用に購入しようか今迷ってるレベルなのね。というのもですね、薄くてコンパクトで速い高スペックっていうのがもうね、配信者として、まあ、YouTube やってる身としてもう魅力的すぎる。しかもこの値段 RTX4080 積んでる。いやこれ、このカバンの、いつも持ち歩いてるこの A4 サイズが入るくらいのカバンにすっぽり入るちょうどいいサイズなんだよね。はい、そしてこの PC、クリエイターにもおすすめというふうにね、先ほど紹介したんですけど、実際 Adobe Premiere Pro で動画をね、書き出ししてみました。まあ、レンダリングスピードというのはPC のスペックによってかなり左右されるところがあると思うんですけど、私が普段使っているデスクトップ PC と比べて、まあ、同じかそれ以上に速い書き出し速度でした。まあ、これだけね、ノート PC で書き出しもサクサクいくと、場所を選ばずね、出先でも編集作業ができたりとか、まあ、あとは書き出しスピードだけではなくて、ストレスない、編集作業が行えると思います。この元動画が書き出してるのが7分強なので、7分強を1分足らずでね、書き出してますね。はい、そしてですね、次に NVIDIA Reflex という機能について説明したいと思います。 NVIDIA Reflex とはどういう機能かというと、マウスをクリックしてから画面に反映されるまでの時間を削減する機能のことです。これによってより正確な射撃精度を実現することが可能となっています。今見てもらってるように、実際にねゲームプレイをしてみると、確かにね遅延を本当に感じないんだよ。この NVIDIA Reflex によって、まあ、競技ゲームのシステム遅延が軽減することで、まあ、圧倒的なアドバンテージを実現できると。これはゲーマーにとってすごい嬉しいところだよね。しかもこの薄いノート PC でこのゲームプレイができるっていうのはすごく高いポイントだと思う。はい、そしてこの PC、 NVIDIA RTX4080 シリーズ搭載ということで、 DLSS3 の設定をしてあげることでより良いゲームプレイを楽しむことができます。DLSS3 の設定が可能であるゲームであれば、設定画面からDLSS3 の設定をしてあげることでフレームレートも上がって、より快適なプレイを楽しむことができます。今回はね、Diablo 4でこの DLSS3 の設定をオンにして遊んでみたいと思います。以前にも他の動画で DLSS を使ったゲームプレイを紹介したりとかしたこともあるので、その時のことを覚えている人もいるかもしれないんですけど、フレームレートをより向上させることができるっていうのは、ゲームプレイしてる中でも、今回は録画ソフトを立ち上げながらのプレイになっているので、フレームレートの表示がちょっと抑えめになってるんですけど、録画ソフトを立ち上げないと平均してもっとフレームレート出ますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。 GeForce RTX 搭載ノート PC のご紹介でしたが、場所を選ばず快適なプレイができるノート PC って最強だと思ったね。私も実際使ってみてめちゃめちゃ欲しくなりました。ゲーマーの方なら、そしてクリエイターの方ならぜひ購入を検討してみてください。概要欄に詳細の記載があるのでぜひチェックしてみてね。ではまた次の配信、また次の動画でお会いしましょう。ゆうのでした。バイニャン。